はい、皆さんこんにちは。タワバレチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はね、我が家の2番果の方もね咲いてきたんで、そちらのねお見せしたいのと、新しいね仲間がね増えたんで、そちらの方もねお見せしていきたいなというふうに思います。はい、こちらねミニバラの微笑みになりますけどね、綺麗にね咲いてくれております。まあ梅雨にもね関係なく綺麗にねバシッと咲いてくれてますね。まあやはりね、一番果に比べると若干ね、花数は減ってますけど、それでもね、まだまだこんなつぼみがあってね、さすが、微笑みちゃんだな、といったね、感じですね。綺麗な花形でね、咲いてくれてます。1センチ、2センチぐらいのね、小輪ですけどね、たくさんね、草になって咲いてくれるといった感じですね。はい、こちらね、イングリッド・バーグマンですね。真っ赤のね、大輪で咲いてくれてます。一番果に比べるとね、若干お花のね、大きさは小さくなったかなと。まあ、それでもね、11センチ、12センチぐらいのね、大きさで咲いてくれてますね。花数はね、一番果に比べると二番果の方がね、多いかなといったね、感じに思いますけどね。樹高もね、やはり二番果になるとね、少し高くなって、まあ、今ね、1メートルぐらいのね、高さで咲いてくれてますね。最高でね、1メーター20センチぐらいのね、大きさになるといったことなんで、まあ、秋はね、それぐらいの大きさになるんじゃないかなと。いいですね。こんな真っ赤のお花がね、房咲きしてね、綺麗に綺麗に咲いてくれております。まあ、梅雨にもね、かかわらず、これだけね、綺麗なね、花形でいてくれるのはね、やはり雨に打たれ強いといったことでね、さすが殿堂入りのバラ、イングリッド・バーグマンといった感じですね。すごいですね。1番果に比べると、2番果のが花数が多いってどういうことというふうにね、思いますけどね、素晴らしいですね。真っ赤のね、大輪のイングリッド・バーグマンといった感じですね。はい、こちらね、マチルダになりますね。まあ、1番果に比べるとね、若干花数は減ってますけどね、このね、梅雨時期にもかかわらず、綺麗にね、咲いてくれております。まあ、若干ね、雨に打たれ弱いんですけども、まだね、綺麗にね、咲いてくれてますね。うん。薄いピンクがね、入って、可愛い感じのね、マチルダちゃんといったとこですけどね。まあ、香りの方はね、あまりしないんで、花持ちがね、非常によろしいかなというふうに思いますね。さすがね、株が充実してきたんでね、お花の数も2番果といえどね、たくさん咲いてくれてるかなというふうにね、思いますね。非常に満足しております。綺麗なね、お花ですね。マチルダです。はい、それではね、新しくお迎えしたね、品種の方を見ていきたいと思います。まずこちらですね、ケルナーフローラといった感じでね、コーラルピンクのね、カップ咲きといった感じでね、可愛いお花ですね。こちらはね、バラのイエスさんでね、信頼で購入して、もうね、根の方も活着してですね、新しいね、枝の方もニョキニョキといった感じで伸びてくれております。まあ、つぼみつけたらね、ソフトピンチして、株をね、大きく大きくしていきたいなというふうに思っております。ケルナーフローラはですね、2014年、ドイツコルデスですね。繰り返し咲きと、花色はね、コーラルピンクのカップ咲き。中大輪になりますね。樹高はね、2メートルから3メートルと。まあ、こちらのね、ケルナーフローラ。まあ、メインガーデンの方にね、まあ、実はね、アーチを仕立てていこうかなというふうに考えているんで、そちらのね、片方をこちらのケルナフローラにね、任せようかなというふうに思っております。香りはね、中高ですね。ティーにね、ダマスクの香りと。樹勢は強くて、耐病性も強い。さすがコルですといったところですね。そしてですね、対処性も強いと。まあ、この愛知県のね、暑さにも耐えてくれるんじゃないかなというふうに思っております。ケルナフローラね、可愛いですね。うん。それではね、次も見てみましょう。はい、こちらね、地植えにしましたね。フォーランマリアといった感じですね。綺麗なね、こちらも花色でね、開花が楽しみだなというふうに思いますけどね。こちらのね、フォーランマリアもバラの家さんでね、購入したんですけど、こちらね、オーナーで購入したんでね、もう今年のね、秋にはバシッと咲かせれるんじゃないかなといった感じですね。もともとね、この場所は洋風のね、寄せ植えの鉢が置いてあったんですけどね、まあそちらの方をですね、まあどかして、こちらにね、地植えしたといった感じでね。まあちょうどね、このお店のね、前ぐらいになりますかね。このウッドデッキのね、一番前に、こちらのね、フォーランマリアを植えたといった感じになっております。こちらのフォーランマリア、2019年ですね。こちらもね、ドイツのコルデスですね。対称性が強いと。コルデスですね。フロリバンダの四季咲きと。お花はね、ローズピンクですね。丸弁八重咲きですね。中輪の樹高は 1.2 から 1.5 メートルと。まあ、コンパクトにね、仕立てていけるんじゃないかなというふうにね、思います。まあ、香りはですね、まあ、なんと強化ですね。ダマスクにティーの香りといった感じでね、まあ、ちょうどね、この入り口玄関のところにね、こちらのフォーランマリア、香りの方をね、期待したいなというふうに思っております。
受精は強いですね。耐病性も強い。耐暑性もね、当然強いんですけど、まあなんとね、耐寒性も強いといったことなんで、まあ寒い地域でもね、こちらのフォーランマリアの方、おすすめできるんじゃないかなというふうにね、思います。非常にね、開花が楽しみだな。はい、最後になりますけどね、まあなんとなんとこちらね、世界一愛されているバラ、ピエール・ロンサール。我が家ではね、4本目といった感じでね、まあこちらのね、ピエール・ロンサールね、お迎えしてしまったといったね、感じですね。こちらのね、ピエール・ドゥ・ロンサール、メインガーデンのね、アーチにバシッとね、ケルナーフローラと、こちらのね、ピエール・ドゥ・ロンサールでね、仕立てていこうかなというふうにね、考えてまして、まあ、近くのね、お店、オーナーでね、購入しましたね。なんでね、こんなね、立派なもう鉢に入っているんですけども、まあね、地植えしてしまうんでね、こちらの鉢が余ってしまうなといった感じですね。もう枝の方もね、3本4本しっかりしたね、枝の方が出てきてるんで、来年の春はね、バシッと開花してくれるんじゃないかなというふうに思っております。もうこちらのね、ピエール・ドゥ・ロンサール、鍋ちゃんね、好きすぎて、4本目もね、非常に嬉しいなというふうに思っております。1985年ですね、フランスの名案、つるバラになります。株がね、充実してくると、返り咲きといったね、感じですね。お花はね、ソフトピンク、クリーム色のね、カップ咲きと、中大輪になりますね。樹高はね、2メートルから3メートル。香りの方はね、美化。まあ、美化ですけどね、若干ティーの香りがするといったことですね。まあ、受精耐病性はね、非常に強い。耐暑性もね、強いといった感じでね、非常に育てやすい初心者様にね、おすすめできる、ピエール・ドゥ・ロンサールといったとこですね。はい、今日はね、我が家の2番花とですね、新しくお迎えしたね、品種の方を紹介させていただきました。まあ、こちらにね、1輪だけ咲いてますけどね、レディー・オブ・シャーロットですね。綺麗なね、アプリコットだなといった感じですね。うんうん。もう少しね、咲いたらまたね、お見せしたいなというふうに思いますけどね。まあ、こんな感じでね、我が家も2番花の方がね、咲き始めてるんで、毎日ね、お庭に出るのが楽しいなといったね、感じになっております。新しくね、お迎えした子も元気にね、育てていって、またね、皆さんにお見せしたいなというふうに思います。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。